こんばんは、平井博明です。今回はですね、アイアンの選び方について、解説していきたいと思います。選び方というのは、スイングタイプがどういうタイプのアイアンヘッドが合うかっていうのを一つ一つ説明していきたいと思います。今ですね、アイアン買い替えようとかですね、本当に今使ってるクラブが合ってるのっていう方に参考になる動画となっておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井博明のワンナップゴルフ。まずですね、スイングタイプを大きく2つに分けますと、打ち込むタイプなのか、ボールをですね、あとはボールをさらうタイプなのかによって分けていただきたいんです。単純な話、ボールに対してクラブを打ち込むタイプの方でしたら、ストレートネック系がいいんですよ。ストレートネックとグースネックがあるんですけど、それの説明した方がいいのかな。グースネックって、このネックのここ一番出てる、ここありますよね。ここと、この頭側のこの一番出てるところをこうやって結ぶんですよ。こうやって結んでしたら、ここ隙間空くでしょ、少し、この隙間がこうやって開けば開くほどグースが強いっていうのはね、これはほとんどストレートネックだから、この隙間がほんちょっとしかないでしょ、これはストレートネックっていうの。要はネックからフェースのこのリーディングエッジがまっすぐ、ストレートになってるからストレートネックって言うんだけど、それがね全然変わってきて、ちょっと話戻すと、その打ち込むタイプはストレートネック系をおすすめする。その理由が、やっぱりボールをね、こうガバって打ち込んで捕まえようとすると、球がね捕まりやすいのね。左に行きやすいし、逆を言えば打ち込むとフェードが打ちやすいってよく言われてるんだけど、それでグースでもいいんだけど、よりストレートネックの方がフェードが打ちやすかったり、スライスがかけやすかったりっていうので、あんまりグースの効いてない方が、まあ一般的にはいいですよと言われてるんだよね。そうだ、それを最初に打ち込むタイプの方はストレートネックを打ってもらいたい。そこからちょっとグースも打ってみようって言って、いろいろ打ってもいいと思うんだけど、ストレートネックの方が、まあ、合いやすいっていう感じでね、で、ボールをさらうタイプっていうのは、ボールをさらうっていうのは多少上からよりもクラブがインサイドから来やすいの。そうすると球が捕まりづらい時もあるんでね、なんでグースネック、こうやってここがこうえぐれてる、こういうタイプのアイアンヘッドを使ってあげると、こうグースって球を捕まえてくれる機能だから、それでさらってもボールが右に逃げにくいですよという機能なんで、グースを使ってあげた方がさらって逃げ球っていうのは少ない。だからこう球もちゃんと捕まってくれるんでね、そういうねタイプ別があるから、自分のスイングタイプをアイアンヘッドを選ぶと、こうあまり失敗は少ないかなと思いますので。それメーカーによってストレートかグースか、決まってくるし、それがあるから、結局時代の流行りってあるじゃない。ストレートネックが流行ってる時は一つのメーカーしか売れなくなっちゃうっていうのがあるから、各メーカー両タイプ出してるわけよ。ストレートタイプのアイアンとグースタイプのアイアン、同じ型番でちょっと変わる。あ、やっぱ違うんだ。そう、やっぱりね、自然とストレートネックってこういうマッスルバックとか小顔タイプのヘッドが多い。グースネックって自然とヘッドが大きいモデルが多いんだよね。だからゼクシオなんてグースすごい強くてヘッドが大きいんだけど、めっちゃめちゃ打ちやすいけどね。さっきも言いましたけど、アイアンってこのネックの一番出てるここと、ここと、このヘッドの一番出てるところをこうやってまっすぐ合わせるのがアイアンの正しい構え方で、よくフェースの一番下のスコアラインに白いマニキュアが塗ってあるメーカーって多いのよ。そこを、要はフェース面をアイアンに限ってね、そこをまっすぐターゲットに合わせるとアイアンって右行くから、球右行くんだ。そう、これがこうこうやってグースになってるとして、これをこうやって構えちゃったら、そうだね、そうこうなるもんね。そうで、ここにネックがこうあってフェースが後ろになってたら、こうやって構えるの普通、こうやって、そうで、ここはすごい空いてるじゃん、これがグースだから、これをこうやってまっすぐ合わせたら、内ショットが右だから。そうだね、そうで、アイアンの構え方って、特にグース使ってる方はちょっとかぶってるぐらいのイメージ、見た目がまっすぐ、それがまず構え方っていうか、狙い方だ。そう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 、そうだから、フェースをねこうやってまっすぐ合わせちゃうとダメ、グースはこうやって合わせないと。そうだから、合わせ方はこういう角にこうやって合わせると、こういう向きになってね、グースのアイアンって、はいはいはい、そう、それをこうやってフェースをまっすぐこうやって合わせちゃうと開いてるから。そうだね、そう、それ右、そう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 、それ注意、めっちゃ注意ってっていうか、それダメやったら、
まずそれでもさ、一番最初に習うこと、じゃあ一番最初に習うこと、そうだよね、うん、どっち向いてるか分かんないもん、ね、分かんない分かんない、レッスン行ったら絶対に習うけどね、最初に習う、最初のアイアンの構え方っつって、うん、それは大事、アイアン、あとはもちろんシャフトとかになってくると話が膨らんじゃうけど、うん、ヘッドタイプっていうのはざっと一般的にそういう選び方をした方がいいかなと思う、それ指導してもらって決めた方がいい、だボールを拾うタイプはグースネックタイプをちょっと打っていただいて、ボールを打ち込むタイプのスイングの方はストレートネックタイプを使っていただくとよりいい結果が出やすいかなと思います。それはやっぱ打ってタイプによってやっぱそっちの方が打ちやすく感じるんですと思うな、それ用に、それ用にっていうかそういうコンセプトでできてるアイアンが多いから、その話長くなるよ、うん、あのこういうストレートネックはこういうマッスルバックとか多いよって言ったじゃない、結局ストレートネック打ち込むじゃない、打ち込むとボールが芯のちょっと上に当たるの、だからこれマッスルバックって重心が上になってる、だからどんどんつながってくるじゃない、そうだからそういうのでもそうなので、キャビティでグースだと芯が下になるわけよ、重心が下だから、だからさらって打っていい、そういうのも全部つながる、そうでもこれも基本で習うこと、これも基本なんだ、うん基本アイアンに悩んでる方がいたら、うん、ぜひ来ていただければと思います。それさ逆で選んじゃうとどうなの、その全然その自分のタイプも知らずに、ああでこのクラブが良さげだからって逆のタイプ使ってたり、意味ない、意味ない、あの意味ないっていうか普通に打てるよ、普通に打てるし、うん、別にね飛距離も変わらないかもしれないけど、うん、多分よりいい球を出せない、80点満点になっちゃう、マッスルバックで、うんさらって打ってたら、うん、要は芯をちょっと外れる可能性も出てくる、下に当たるからね、うん、そう打ち込んで初めてマッスルバックの意味が出てくるから、うん、そうだ、そういうのもね、まあ、最近のマッスルバックは芯が下になってるから、うん、打てるんだけど、でもドマッスルバックはねなかなかやっぱこうバシューって打ち込まないとなかなか芯に当たっていい球、マッスルバックっていうか良さなの球が出ない、逆にポケットキャビティとか偶数でポケットキャビティのアイアンをブシューって打ち込んでったらフェースの上っ面に当たってこういう球出るから痛てっつって痛てーなーっつって出るから意味ないよ、いやそれ知らずに逆使ってる人が合う方に変えたら、うん、打ちやすいってなんのかな、変わるよ、変わる、ゴルフ変わるよ本当にこれはマジ、うん、だから一番いいのはコースで同伴競技者の方、うん、友人なんかが違うタイプのアイアンを使ってて、あこれ俺打ちたかったんだよっていうのがあれば、うん、借りて打つのが一番いい、練習場だとね、うん、結構打てんの何気に、何でもマットだから芝生の上で威力がめっちゃくちゃ発揮するから、だからねゼクシオで軽いカーボンシャフトでこうバチーンって打ち込んでいくと、うん、やっぱ飛ばないさらって打った方が全然飛ぶから、あ飛距離が全然違う、あれでもヘレ君ポケットキャビティも持ってるじゃん、持ってる、使う時もある、4番だけね、あ4番だけこれ、あ本当だポケキャビ、じゃあそれ打つ時はさらっと打ってる、ヘアウェイウッドの結果論みたいに打つ、変えてるってこと、変えてる、だこれ打つ時はねほうきでホコリを吐きますよ、そうえでもさ素振りなしで、うんあの球良くない、すごいスリクソンだと出ますあの球めっちゃいい、これ565の4番やん、これめっちゃ打ちやすい、そうなん、うん、でも相変わらず4番やん綺麗つかないからつかないからそう、そうだから今みたいに、うん、マットを触らないみたいなイメージ、ボールだけ触ってる、ハーフトップ、ハーフトップ、そうこれだから矛盾してるでしょ、矛盾してる、そうマッスルバック多少打ち込まなきゃいけないのに、うん、ハーフトップの練習っつってやばくない、そうだねそうだね、そうえどうしてんの、それが一番意味ないのかことかもしれないけど、いやそんなことない、えでもそれが練習になるの、なるよ、これもなんかハーフトップで打つ、こうやって今のも多分ねマット触ってないんでね、ほとんどボールだけクリーンにこうやって引っ掛けてるんだ、ね、この歯でここでこうこうやって、あれが一番ゴルフうまくいく、本当に結果うまくいったから、うん、うまくいってるって言える、ただこのねスリクソンのこの965ってマッスルバックっていうよりフラットバックって言ってほぼキャビティなのよ、あ
そうなんだ。そう、穴が開いてない、穴が開いてないキャビティみたいなノリだから、だから全然平気なんだけどね。本当にマッスルバックですっていうアイアンはそうはいかない、うん、あ、そう、なかなか、うん、アイアンにもタイプがある、タイプがある、タイプがある、そう、タイプがあるから、ちゃんとそのタイプ別のスイングをしないとそのアイアンの良さが出ない、うん、そう、だから飛びますよとかって買ったやつとか、あ、ラインが出しやすいですよって買ったやつが、うんうん、んだよそんなことないじゃんってなっちゃう。そっか、そう、てかそれおかしいな話じゃない、そうすると飛びますよとかさ、そう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 、その人のタイプ分かんなかったら何も言えないわけよね。いや、ほんとそうよね、そういうことよね。だからかっこ打ち込むタイプはとかさらって打つタイプはとかってよりね書いてくれたらね。そっか、そう、でもね、ゴルフクラブって取扱説明書はあるけど、正しい使用方法ってもちろんスイングがいろいろあるから多分ほとんどないんだよね。ないね、うん、そう、だからそれあった方がいいなと思ってね。飛ぶクラブも曲がんないクラブも人によって違うんだ。そのクラブの飛ぶ打ち方しなかったら飛ばないから。そうですね、そう、ほんとそうよ、うん、これあれだな、違うネタだな。大事かもしれない。アイアンはね、タイプ別が、そのタイプ別に合ったスイングをぜひしてみてください。まずはね、自分のスイングを知るということも大事なので、マットにこう打ち込んでるのかさらってるのかだけでもいいのでチェックしてみてください。で、今回はですね、アイアンのヘッドの選び方、スイングタイプによって変わりますよっていう動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。